おお、都市のそばなら安心だ。そういうことで、土方君、彼女のことよろしくお願いしますね。てめえら。お前の身柄は新選組預かりとするが、女として屯所へ置くわけにはいかねえ。だからお前には男装を続けてもらう。面倒だろうが辛抱してくれ。たとえ君にその気がなくとも、女性の存在は体内の風紀を乱しかねませんしね。ですから私たち幹部のほか大使たちへも君の事情は話しません。屯所では何もしなくていい。部屋を一つやるから引きこもってろ。あれ、おかしいな。この子誰かさんの故障になるんじゃなかったですか？いいか、掃除。てめえは余計な口出しせずに黙ってろ。
おはよう。明るいような暗いような微妙な顔してるね。むしろその反応に出ていると思うが、俺たちに用があるなら言うといい。それは無理だ。お前の護衛に咲く人員は整っていない。僕たちが巡察に出かけるとき同行してもらうのが一番手っ取り早いかな。でも巡察って命がけなんだよ。僕たちが下手を打てば死ぬ大使だって出る。老師に殺されたくないなら最低限自分の身くらい自分で守ってもらわないとね。ならば俺が試してやろう。星のものが飾りではないと証明してみせろ。加減はしてやる。遠慮は無用だ。どこからでも全力で打ち込んでこい。どうした雪村、その子たちはやはり単なる飾りなのか。斉藤君相手に殺しちゃうかもなんて不安になれる君は文句なしにすごいよ。最高。君の気持ちは分かったけど、自分の腕前を示しておけばいいことあるかもよ。君がそれなりに刀の使える人間だって分かれば、僕たちも君の外出を少しは前向きに考えるし。どうしても刃を使いたくないというのなら、鞘を刀代わりに使うか峰打ちで打ち込め。死を誇れ。お前の剣には曇りがない。立ち筋には心が現れる。お前は死に恵まれたのだろう。これいい子たちだね。ずいぶん年代物みたいだけど。
大丈夫？やっぱり驚いたかな。斉藤君の居合は達人級だからね。対等状態から抜き打ちの一撃を放つ技だ。抜刀直後の刃が上向いているのはわかるな。本来であれば刀身が鞘から抜け切るまで待ち、刀を返して相手に刃を向ける手間がかかる。